They played us like a damn fiddle!今もなお、X 型ウイルスが猛威を振るい、封鎖されている宇多波市ですが、本日から市役所前にて食料の配給が始まります。やっと配給か。本当は昨日から始まる予定だって言ってたのにな。いろいろ対策があって遅れてるんだろうけど、不安だよね。この前お兄ちゃんが食べ物を買ってきてくれてよかったよ。そうだな。食料があるとないとじゃ大違いだ。人生に余裕が出るもんな。まあそれはそれとして、配給、まあやっぱり俺がもらいに行かないとだよな。本当にごめんね。でも僕は感染するかもしれないし、それにカノンちゃんは。ああ分かってる。 D4U の歌のおかげでなんとか小康状態を保ってるけど、良くなってるわけじゃない。なんとか早く事態を解決してくれないと、カノンを病院で見せることもできなくなっちまう。なあ、風花。何？念のため確認しときたいんだが、カノンは本当に感染してないんだよな。うん、僕の見る限りでは。いつも体を拭くときとか注意して見てるんだけど、肌真っ白で綺麗だよ。そうか。それじゃあ配給を受け取りに行ってくるよ。うん、気をつけて無事に帰ってきてよ。ああ、わかった。よし、配給とやらをもらいに行くか。越えて今
こっちはあんまり破壊とかされてないんだな。俺の分はまだなのかよ。おい、割り込むなよ。落ち着いてください。まだ配給はたっぷりあります。途中でなくなるなんてことはありません。この声は。配給の品は全てのナップサックに同じものが同じ分だけ入っています。落ち着いて。配給を受け取ったら速やかに列から離れて、後ろの人が受け取りやすくしてください。アキラさん、はい、どうぞ。配給です。不安で心細いと思いますが、レイトムも一刻も早い事態の解決を目指しています。どうか今しばらく、もう少しだけ我慢してくださいね。はい、次の方どうぞ。ありがとうございます。君、お父さんは？いないんだ。お母さんとお姉ちゃんはいるけど、感染するかもしれないから。そっか君は偉いね。ウイルスなんてお姉さんがえいってやっつけちゃうから。待っててね。うん、わかった。次の人どうぞ。あ、俺か。久しぶりですね。数日ぶりですね。あれからおかわりありませんか？はい、これ配給です。ええ、おかげさまでなんとか。神代くんもそうですけど、カノンさんも。今のところ感染した兆候はないです。変な模様が体に浮き上がってきたりとか、そういうのは一切。そうですか。いい加減分かってくれましたか？はい、私の取り越し苦労だったらいいのですが。分かったらもう襲いかかってきたりとかしないでくださいよ。はい、でも神代くんもカノンさんも引き続き注意はしてくださいね。ええ、分かってます。そのありがとうございます。はい。さて、配給ってのはどんなものが入ってるんだろうな。お米にチョコレート、缶詰とか、ある程度保存が効く食べ物と、それに薬と、緊急時の止血や人工呼吸のマニュアル本か。何にせよないよりあった方がマシだしな。家までしっかり運びますかっと。
ちょっといい？はい、何かありましたか？今、配給をもらって帰っていく青年、彼の家に24時間監視をつけるよう手配してほしいの。それで、もし何か特別な不穏な動きがあったら私に連絡を。緊急行動最優先でね。了解しました。あれ、ユノじゃないか。どうしたんだ、こんなとこで。って、ブランコの横に配給のナップザックがあるし、お前も配給を受け取りに行ってたんだな。おわっ！どうしたんだよ一体。落ち着けよユノ。私感染しちゃったみたいなの。え、なんだって。冗談じゃないよな。ほら、これこれは感染した。とりあえず歩こう。そうして泣いてても始まらないしな。君の言うことなら従うよ。さて、恥ずかしいところ見せちゃって。恥ずかしくなんてないって。誰だって自分が感染してるって知ったら動揺しちまうからさ。そうだ、このことをご両親には。ううん、言ってない。さっき配給をもらった後に気づいたくらいだし、お父さんにもお母さんにもソータにも。じゃあまずは家族に連絡を。お父さんはいつもこう言ってるんだ。感染者はさっさとレイトムに隔離させろって。打ち明けたらきっと私もレイトムに入れられちゃう。そんな、きっとそんなことないって。親子なんだし、実際はユノのことを考えて。ううん、無理。無理なんだよ。お父さんはね、レイトムとつながりがあるとか言っててね。きっと、ううん、絶対私を隔離させようとしてくるよ。そう、
絶対に。ちょっと落ち着け、ユノ。なあ、ユノはなんで自分が感染したのか心当たりとかはあるのか？それは…ダメ、わからない。心当たりが多すぎるよ。体育文化祭の日から何度も外に出てたし。感染者に噛まれたとか引っかかれたりとかは？ことはされたことない。そうか、接触感染じゃなくて空気感染なのか。どうしたんだ。大丈夫だぞ。ほら、俺がついてる。もしかしてカノン？カノン？なんでカノンの名前が？カノンの歌が聞く。しっかりしろ。あんた何してんねん。早くうちらを呼び出して戦うんや。でも相手はユノなんだぞ。生き残ってみせる。ユノ、待て！どこに持っていくの？ちょっと、助けて！くそ、なんて速さだ。追いつけるのか。戸締まりをしっかりしててくれ。何？お兄ちゃん？どういうことなの？いいから、後で話す。外は危ないから出るんじゃないぞ。いいな？なんだ
だかよくわかんないけど、わかったよ。後でちゃんと説明してよね。待て、待ってくれユノ。くそ、ユノどこに行ったんだ。全国レベルのアスリートだ。ここまではなんとか終えたのに。くそ。なんだよ、ここで手詰まりなのかよ。大体レイトムの奴らここにもいないじゃないか。レイトム、どこに行ったんだ。駅前は大体何人かがコンビを組んでパトロールしてたのに。どっか別のところにでも出動がかかってるのか。お探しですか？夏目？あ、驚かせてすみません。なんだか走ったりしていて人を探しているようだったので。お邪魔でしたらすみません。その帰りますから。いや、いきなり幽霊みたいに突然視界に飛び出してきたからびっくりしただけだって。それよりもユノ、いや怪物を見なかったか。ああ、それならさっきすごいスピードでショッピングモールの方へ走っていくのが見えましたよ。本当か？いや、いきなり二の腕をつかまないでくださいよ。触られるのびっくりしちゃいます。ああ、悪い。ちょっと興奮して。あ、手が離れちゃう。慣れたらドキドキしてきたのに。悪い。貴重な情報ありがとう。助かった。はい、ユノ先輩をどうかよろしくお願いします。おう、任せとけ。この中か。キー！なんだってあんなのが飛び込んできたんだよ。ここなら安全じゃなかったのかよ。誠？なんでお前がここに。お、数日ぶりだな。いや、悪いけど再会を喜んでる場合じゃないんだ。誠、お前こんなとこで何やってんだ。何ってお前、そりゃ住んでるんだよ。住んでるってショッピングモールにか。ああ、この前食料探してた時に会ったろ。あの後ショッピングモールの存在を思い出してさ。
あそこならでかくて隠れ住むには最適だと思って。そしたら俺と同じことを考えてた奴らもたくさんいてさ。いやちょっと待て、お前は自分の家がちゃんとあっただろ。そもそもなんでショッピングモールに住んでるんだよ。家にいても俺一人だからだよ。え、もしかしてお前ご両親を。あ、先に言っとくけど死んでないからな。そうなのか。あの体育文化祭の当日、お袋も親父も市外に出かけててよ。おかげで難を逃れられたのは良かったけど、その日のうちに宇多波市は封鎖されて、ご覧のありさまだ。家に帰っても誰もいない。それに比べたらこのショッピングモールは仲間もいるし、食料とか諸々も豊富にある。だったら住んだ方がいいだろ、違うか。なるほどな、そういうことだったのか。だったら確かにここの方がいいのかもしれないな。ああ、住めば都ってやつだぜ。もっとも今は化け物みたいな感染者に占拠されちまったけどな。そうだ、その化け物はどっちに行ったとかわかるか。さすがにそこまでは。あいつがあん中に入ってきてからは逃げるのに必死だったからな。悪いな、力になってやれなくて。いや、そんなことない。お前との再会は俺にやる気をくれたよ。そうか、だったらいいんだが。じゃあ行ってくる。ちょっと待てて。なんだよ。いや、中に感染者がいるって言ったろ。なんで入るんだよ、やめとけって。それは。説明してる間も惜しいんだ。悪い、俺は行くぞ。あ、こら、お前な、どうなっても知らねえからな。さて、このモールの中のどこかにユノがいるんだな。いろんなところから感染者の声が聞こえてくるな。ユノ！あ、すみません、人違いでした。やるしかないのか。あれ、ない。しまった！
なんとか逃げられたな。なんとか逃げ切れたけど、ひどい目にあった。花屋か。ユノ、ドリームユニットを返せ。うわあ、違う、こいつじゃない。うわなんとか逃げ切れたけど、ひどい目にあった。いた。ユノ、ドリームユニットを返せ。なんて迫力だ。でもドリームユニットを取り返さないと。こいつ持ってない。どっかで落とした。いや、それともなくしたのか。どうなんだ、ユノ。くそ、やっぱり俺の声なんて聞こえてないか。しかし参ったな、こりゃ。なんとか。声が近づいてきてる。はい、どうぞ。配給です。不安で心細いと思いますが、レイトムも一刻も早い事態の解決を目指しています。どうか今しばらく
もう少しだけ我慢してくださいね。君、お父さんは？そっか。君は偉いね。ウイルスなんてお姉さんがえいってやっつけちゃうから。待っててね。文句を言われて、陰口を叩かれて、それでもアキラさんは自分を殺して精一杯やるべきことをやってたじゃないか。アキラさんは俺を騙したひどい人だ。でもそんなひどい人でも必死に生きようともがいてるんだ。俺が諦めてどうするんだ。絶対に逃げ切ってアキラさんを見返してやる。厨房、厨房はどこだ？あった、肉切り包丁。これさえあれば。重いな。本当にこの包丁を人に、ユノに向けられるのか。来た。恨むなよ。嘘だろ。くそ、また逃げるしかないのか。今だ！ダメだ、レストランは。どっか他に逃げないと。よし、これでショッピングモールから逃げられる。
なの考えるまでもないだろ。なんとか逃げられたな。ダメだ、正面はどっか他に逃げないと。あった、あのドアだ。なんだこれ、開かない。早くなんとかしないと、ユノが来る。椅子、こいつでドアをぶち破ってやる。もう夜になってたのか。ダメだ、まだだ、まだ安心するな。ここで立ち止まってたら追いつかれる。今はひとまず家に帰って、そしたらゆっくり休める。そうだ、動けよ俺の足。早く帰らないと。家でカノンもフーカもきっと心配してるんだからな。嘘だろ、ここまで逃げてこれたってのに。全門の湯の拷問の感染者たちってか。一度生き延びると決めた以上は、最後までやってやる。ユノ、
やめてくれ、頼むから。うわっ、最後なのか。こいつらと戦えたのはドリームユニットがあったからで、俺自身の実力じゃないって分かってなかったのかも。あっ、終わりなのか。いいえ、終わりじゃありません。ここまでよく頑張りましたね。積もる話もあると思いますが、まずは目の前の事態を処理しないといけません。待ってください、そいつは。分かっています。彼女は若月ユナさんなんですよね。なんでそれを。すみません、私はあなたの幼馴染を殺してしまうかもしれません。あなたは許さないでしょう、怒るでしょう。それでも私は X 型ウイルスを根絶してみせる。そしてあなたを救いたいんです。アキラさん、若月ユノさん、心苦しいですが、あなたを処置します。若月ユノさん、心苦しいですが、あなたを処置します。
求め合い響く魂、いにしえの知恵を手にして切り開け茨の道を Try 何のだって Fly 風起こそうこの祈り君へと届け白き翼たとえ折れても計画前に進もうクロスする力してしまうなんて。もう夜だし、深追いは禁物ですね。はい。歩けますか？ここはもうすぐ戦場になります。戦場？そうです。今はここから脱出しましょう。準備完了。ショッピングモールに一斉攻撃を仕掛けます。
オペレーションスタート。了解。あ、ショッピングモールが昼間みたいに明るく。よかった、作戦が発動する前に神代くんを救出することができて。一体これは？詳しいことは道すがら説明しますから、今は神代くん、あなたの家に帰りましょう。はい、わかりました。歩ける？私の腕につかまって。あ、はい。どうかした？いえ、その。捕まったアキラさんの腕は柔らかいなって何を言い出すのかと思ったら。すみません。贅肉ついちゃってるから頑張って痩せないとですね。そんなこと。冗談が言えるくらいには元気みたいだし、その調子で家まで頑張りましょうね。はい。それでどうしてあそこにレイトムの部隊がたくさんいたんですか？あのショッピングモールが戦場になると思って配備してたんです。あそこにユノさんといることは分かっていましたから。え？今なんて？いえ、すみません。また嘘ついてますね。わかります？バレバレですよ。参りましたね。昔は表情なんて全部抑え込めていたのに、神代くんと話すようになってから私弱くなったみたいです。そんなこと言われたって困ります。確かにそうですね。でももうちょっと待ってください。すぐにわかると思いますけど、今の神代くんはショックで死んじゃうかもしれませんから。俺だってそこまで弱くないですよ。アキラさん、怪物と感染者のこと話さないでいてくれてありがとうございます。え？あの時は絶望してて、アキラさんが俺のために隠してたってこと理解したくなくて、多分子供だったんです。あれから自分で D4U を使って感染者と戦って、それから D4U なしに感染者から逃げ回って、ようやく分かりました。敵の正体を知ってて、それでも生身で戦ってたアキラさんは俺なんかよりもっと強かったって。そんな褒め殺しですか？いえ、そんなつもりじゃないんですけど、思ったことを口にしただけで。ありがとうございます。でもあなたを騙して自分の仕事に協力させていた、それは事実ですから、謝るのは私の方です。いえ、やっぱり俺が悪くて。私が悪いんです。俺がってこれずっと続けそうですね。そうですね。お互いごめんってことで終わりにしましょうか。アキラさんがそれでよければ。それがいいです。私、神代くんと仲良くしたいから。え？あ、
そういえば、その感染者の保護作戦ってのはこの辺りでもやったんですか？え？夕方頃に比べてこの辺り随分荒れ果ててますけど。いえ、レイトムは上白くんの家付近からショッピングモールにかけて配置してて、確かにこの惨状はおかしい。なんで気づかなかったの？荒れ果てた街並みを見慣れてたから。じゃあこの荒れ具合は一体。この声は風花だ。あいつなんで外に。家から出るなって言っておいたのに。待って、その傷じゃ。それに今のあなたには D4U もないんですよ。分かってますけど、妹のピンチを見過ごせるわけないでしょ。大丈夫です、私が守りますから。